コナミ様へ。今日はあなたに言いたいことがあります。実装初手から参拝スキルつけるのやめませんか。イベントで実装された赤羽礼二社長の新スキルの話です。これ誰が使うねん。これ誰が使うねん。確かに契約手形の先延ばし、あれやりすぎでしたね。明らかにやりすぎでした。ある実況者はあのスキルを悪用して動画を2本も投稿したらしいですよ。スタンバイフェーズで動きたいテーマを全て殺してしまう、あのスキル完全にやらしいでしたね。これに関してはね、まあ、遊戯王を普通にプレイしていれば実装される前にどう考えても気づけるんじゃないかなと思うんですが、まあそれはねちょっと普通にプレイしてないかもしれないんで、まあ分かんなかったかもしれませんよね、まあ、だから何も言いません。はい、今日はねその話じゃないんですよ。新イベントで実装された赤羽礼二さんの新スキルの話、緊急契約洗浄。手札の契約洗浄または契約書カード1枚ごちょくって自分のフィールドに表側表示で存在する契約書カードを全部破壊して、その後ライフポイントを、破壊した契約書カードの数かける1000回復する。誰が使うねん。誰が使うねん。ネタデッカーしか使わんやろこれ。契約書は維持して何度も効果を使えるからアドバンテージを稼げると僕は思ってます。破壊して回復できたら強いんでしょうか。ライフ回復したらこのゲーム勝てるでしょうか。禁断の契約書。自分のライフポイントが2000以下の場合、デュエル中一度に使用できる。自分のフィールド上に表側表示で存在するマシン王の契約書1枚をマシン王の禁断契約書にする。誰が使うねん。誰が使うんやこのスキル。そもそも SR のカード N に書き換えるってどういうことなんですかね。いや強い動きできる可能性があるの分かりますよ。マシン王を使ってからあの禁断の契約書を使って超展開とかできるかもしれないですよね、一応ね。でもですね、それ何枚コンボですか。インフレが超加速してるこの環境で1枚初動がいくらでも飛んでくる環境なんですよ。先日の僕のネオダイダラスの動画見ました。全ハンデスした試合全部1枚初動で開催で負けましたよ。ええ、全ハンデスしてドヤ顔であの腕組んで待ってたら1枚で返されて負けました。こういうインフレ環境なんですよ今。コナミさんはねポイントバトルとランク戦と KC しか用意しないですよね。イベントのこういうスキルを使って遊べれば用意したことありましたっけ。逆にね今回追加したようなこのスキルを使って遊べれば用意したことありますか。フリー対戦の現状見てみましょう。ひどいもんですよ。お楽しみエンジョイデッキで参戦してみてください。相手全員エレキボットですよ。エレキデッキ相手にひたすら底なしをされてダイレクトアタックされるっていう、あなた方が用意したフリー体制の実用これなんですよね。僕からねお願いがあります。自分たちで作ったゲーム自分たちでやってみてください。そうすればおのずと問題点は見えてくると思います。このスキルの問題点まだあるのご存知ですか。禁断契約書ってライフダメージ2000なんですよ。2000以下で使えるようにしたら開始のターンで普通死にません。そのターンでキル取れなかったらスキル発動が死に直結しますよね。コナミシンお願いです。スキル実装するにしてもある程度環境で使えるスキルいただけないでしょうか。だってそこしか遊び場がないんですから。このゲームは勝ちを求める場しかないのがコナミシンが作る初心者向けのキャラゲーことデュエルリンクスなんですよね。であるならばスキルを作るならほんの少しでいいので強いと思える、これは環境に抗えると思えるスキルいただけませんか。わかります、ぶっ壊れスキル出しすぎてビビってるんですよね。スキルでゲームが崩壊し続けてきたこの血をビビってるんですよね。わかりました。実際にこのゲームをしっかりとやっている僕たちと一緒に考えませんか。やったことがない人のエアップ会議で考えるんじゃなくてまず有識者呼びませんか。それは僕なんかのことじゃないです。なんなら僕環境のことはよく知りません。環境外デッキ選手権しかやってませんし、もっとリンクスに詳しい有識者を呼んでもっと使えるスキル作りませんか。初手から参拝スキルを作るんじゃなくてちゃんと使えるスキルを作りませんか。お願いです。このミシン、ご視聴ありがとうございました。僕はデュエルリンクスを全力で応援しております。以上、リュウでした。